何を言ってるの？迎えに来たんだよ。儀式が始まる時間だしね。マリコ、さあ、行こうよ。さあ行くよ。待ってろ。すぐに助けてやるからな。どけってんだよ。ここは通さない。マリコは新たな神のための生贄になるんだ。マリコをあんな目に遭わせて何とも思わねえのかよ。マリコは渡さない。やってやろうじゃねえか。
俺は急いでんだよ。それで終わりと思わないことだ。やらせっかよ。
おい！教師様、術を完成させてくれてありがとう。安心して眠っていればいいよ。第五の神の力は俺がもらうから。おやすみ、教師様。神の力があれば、妖魔の俺だって人になれるんでしょ？そうだよ。俺人の姿はしてるけど、中身は妖魔らしいよ。わからなかった？俺も知らなかったけどね。儀式を完成させるよ。ごめんね、マリコ。たくみ、一緒になろう。
リコ！自分から死を選ぶなんて、これでは生贄の血が。マリコを傷つけたことは絶対に許さねえ！マリコ、心臓止まってたからどうなるかと思ったぜ。俺にこん
な心配させやがって。お前が目を覚ましてくれた。それだけでいい。ま、俺が勝手に心配していただけだしな。ま、バカ野郎。俺は感謝されるほど心配してないっての。重いから下ろすぞ。いいか。いいじゃねえか。ほら、下ろすぞ。さっきまで死んだみたいに動いてなかったっていうのに元気なもんだな。どうした？どっか怪我でもしたのか？もう時間がないってことかよ。大丈夫か？今は滝子たちが儀式の準備をしてる。それまで我慢してくれ。俺はそれしか言えないけどな。